それで栄養補助も終わらせましたんで、ちょっと説明しなきゃいけない、はい、それでちょっとさっき終わっちゃい終わらせました、はい、で薬はね1日2回飲ませる薬、はい、で今日まで終わってるから明日の朝ちょっと飲ませてほしいんですよね、はい、で入ってる中身なんですけど、はい、やっぱり、ね、心臓ねちょっと心電図をもう一回取ってみたんだけど、はい、ちょっと大きいだからちょっとテリミサルダンという血管拡張剤を入れたんですけど、もう一周でちょっと足しました。はい、で、1日2回飲むので、アムキシリン、まあ、抗生物質、はい、まあ、これはのステロイドを使うということでね、その副作用を予防するためにね、はい、それから、このサプリド。これが、まあ、消化管機能を変えて胃腸の機能を高める薬ですね。で、うんち今日出たのはね、はい、やっと普通の硬さになってきました、はい、それからテルミサルタン、テルミサルタンは、まあ、血管を広げる薬ですね。で、血管を広げて血の巡りを良くすると、はい、そうすることによって心臓の負担を低減、はい、まあ、あと心臓とか、それから腎臓も、まあ、腎臓は今のところ悪くないんだけど、はい、腎臓の方もいいですね。ここから追加のもので、なんだっけな、ピモベンタで、こちらはですね、心臓の収縮する力をちょっと強くします。ちょっとだけ。で、プラス、ここにも血管を広げる働きがあるんですけど、はい、血管を広げると。そう、さらに心臓の負担を取ってくれて血の流れが良くなるんですね、はい、まあ、だから心臓、腎臓にいいなと。それからビタダン、これは特にビタミンのさ B1 とか、まあ、特に1なんですけどは神経細胞を保護する働きがあるんで B1 か B2、B6、B12 とこれが入ってます。この辺とあとメタでいっぱいタウリン、まあ、肝臓をちょっと元気にするサプリメントです。それからブドウ糖はちょっと甘みをつけて飲みやすくすると。それから総合ビタミン、これは総合ビタミンですね。こっちにも入ってますけどね、ビタミン B5 は、はい、そうたくさんは入ってないんでね。それからプロバイオティクス、このバイオティクスというのは腸の善玉菌です。腸の善玉菌を補ってあげていいうんちが出るようになってくると自分で治す力、免疫力が高まってくると言われてますね。だから人間でもさ、ヨーグルト食べると風邪ひきにくいとかね、もういいやつを調べてあるから。あとはなんかったらもう一個最後、アガリクス、これはキノコなんですけど、はい、私たちが食べるキノコ、椎茸でも舞茸でもね、キノコにはベータグルカンという成分が入っています。で、このアガリクスはたくさん入っているんですけど、ベータグルカンがこれも多分免疫力を高めてくれて治す力を増強してくれる。で、これで、ご飯にさ、混ぜた方が、まあ、水で溶いてやってもいいんだけど、はい、ご飯にちょびっと全部に混ぜちゃうと、はいはい嫌じゃないですか、薬入ってるご飯。ちょっと食べが悪いでしょ、薬入ってるご飯。だから少し、はい、5cc ぐらいで混ぜてやるといいですね。あれ、これなんでこんな一般の。それから22からね。で、これが2日に1回だから今度飲むのが22、1月22、24、26と、こういう形でもございます。で、まあ、夜にしといてください。はい、で、これに、プレドニゾロン。プレドニゾロンというのは、ステロイドホルモンですね。ステロイド、これちょっと、長さんいっぱい入ってる。受けといて。ステロイドホルモンの中の、一番よく使うのが、副腎質ホルモンという。副腎質ホルモン、ホルモン。で、この中で一番よく使うのがプレドニゾロンという薬なんですね。
で、こういうのいい作用は消炎鎮痛作用が一番強いと。それからちょっと抗腫瘍効果、腫瘍の成長をちょっと遅らせるという働きもあります。よく抗がん剤を使う、まあよくでもない、猫ちゃんはそう使わないんだけど、抗がん剤使うとき、ワンちゃんなんかで、そうすると抗がん剤と一緒にこのプレドニゾルも一緒に使いますね。で、今一番、まあ、痛みを和らげてくれる、苦しいのを取ってくれるか、抗腫瘍効果、あとは多食、まだ多食にはなってないんですけど、ご飯をよく食べるようになったり、お水をよく飲む、退院、この辺は出てほしい作用なんですね、があります。ダメな作用も知っておいてほしいんですけど、感染に弱いと。背に弱いという。それからあと毎日ですね、2週間以上投与するのを長期投与って言うんですけど、はい、この子結局毎日私使ってたんですけど、はい、どこまで毎日、うん、18日まで5日間は毎日使ってて、まあ19日は1日だけだ。やっとそこで2日に1回になったんですけど、2週間以内に、まあ、2日に1回すればいいんですけど、毎日も2週間以上続けちゃうと、副作用としてね、例えば皮膚が薄っぺらくなるとかね、あと過呼吸、ステロイド性の過呼吸になるとかですね、それからステロイド性の転換が起きたりとか、あとはホルモンの病気、内分泌性の病気、ホルモンの病気、例えば糖尿病とか、ビジネス機能亢進症とか、そういうのになりやすい。他にもいろいろあります。だからなるべく2日に1回で投薬すると、このステロイドの、ね、プレドニゾルの副作用を出さないようにできるんで、その症状がまたね、ちょっといい、まだ完全に治ったわけないんだけど、良くなった時点で2日に1回にしました。で、まあこれ、ちょっと22、24、26と書いてありますんでね。で、基本的にはこれは朝晩にやるということです、はいはい、それからあとちょっともう一個薬がありまして、大事なこれもいいです、ここに置いといて。でもう一個薬がありまして、これはね、これがちょっとなかなか難しいんだけど、シクロスポリンの薬で、免疫を調整する薬で、これはステロイドを減らすために飲ませる薬で、ステロイドみたいな副作用はないです。で、1日1回、はい、0.17 だったっけ、違う、0.17ml。 これがなかなか吸うのが大変なんだけども、これ一応1日1回だから1週間分で、ね、はい、7セットあります。で、今ちょっとワンセットのやつが作りますね。これ使ったら病院の方に持ってきます。はい、で、本当はこういう注射器がこれ専用であるんだけど、はい、これではね 0.1 なんて吸えないんです、大きすぎるんで、はい、それでこの石井の注射器を出します、はい、出したらこの肺くっつけて、はい、で、あとアルコール綿花もちょっと出しますんでね、はい、で、まあ、最初はこれ綺麗だから滅菌されてるから、はい、つけまぶしやすいから一応消毒して、はい、で、まあ、はい、これ見えるようにね、真ん中辺に、はい、あ、そうか、その前に量を言わなきゃいけない。これが 1cc なんですよ。で、私 0.17 って言ったから、はい、0.17 って 0.1 と 0.2 ですね、はい、ここが 0.15 ですね、はい、それ 0.1 なんでこれぐらいのちょっと微妙なところなんですけど、はい、こんだけ吸いたいわけで、 0.1 で結構液は重たいんで、はい、ちょっと太めの針でちょっと多めに吸っといて、トントンってやってエアを中に戻しながら、はい、そんで 0.17 ぐらい
大体なんですけど、はい、これぐらいが 0.1 なで抜いて、でこれを針取って薬、あの流動食の中に入れて伸ばせる、はい、でこれは使ってもらいたいんで、でこの注射器は使い捨てです、はい、これバイ菌が入っちゃうととても繁殖しやすいんで、はい、だから終わったらもう、まあ、これはなくてもいいんですけど、この箱に入れて置いてください、はい、流していいよね、これね、箱に入れて、でこの辺はお家では捨てれないから、はい、終わったらそれちょっと袋に入れて、はい、で針はまあちょっと危ないんで、はい、このこちらに入れてね、はい、これは捨ててもいいと思うんで、これで持ってきてくださいね、でこれはここに入れておきます、これだから、今日は飲んでるから明日、はい、これは朝やってもらう、はい、かな、そこでは今朝やってたね、1日1回朝ね、でこれを使っておくとステロイド減量して、これ使い出してもね、そんなすぐには効かないんですよ、はい、2週間から4週間ぐらいかかる、猫ちゃんは割と2週間ぐらいで効いてくるのかな、そうするとステロイドが下げても症状が抑えやすいっていう、はい、そういう特徴がある薬なんですけどね、もともとこのシクロスポリン使うのはね、人間でね移植するとき、腎臓移植とかするときに、まああった腎臓を持ってくるわけだけど、それでも免疫反応が起きて拒絶されることがあるんですよね、はい、そうするともううまくいかない、でそのためにあの移植を受ける側の人が前もってこのシクロスポリンを投与しておいて、であの免疫反応が起きないように、はい、そういう薬なんですけどね、まあこれは一応動物犬用って書いてありますけど、はい、猫でも使えます、まあよかったら見といてください、ここに入れておきますからね、だから1回分はここに入ってますからね、はい、であとは7回1週間分で6本出せばいいけど、まあちょっと予備でね、はい、でアルメンの入れたやつある、さあ、あとなんだ、あとちょうだい、ちょっと全部ここにちょうだい、ちょっと手を加えて、でラキサトーンに関しては、まあ、好きだったらもうこれ流動食品じゃなくて直接やっていただいていいですよ、はい、でいいウンチになったら、今まではさ 6cc を2回やっとったわけですよ、はい、でももうそんなにやらなくていいから 3cc を1日に1回から2回、はい、3cc ってことは大体 6cm ぐらい、うんちが硬かったらでもちょっと増やした方がいいですけどね、はい、そんな感じでやっていくといいですね、で注射器はで、まあこれは創生薬じゃなくてもいいんだけど、はい、一応 3cc っていうとここに目いっぱい入れればね、はい、3cc になります、はい、じゃあこれを忘れてちょっといっぱいだからね、そうパイアンとか長くなっちゃう、はい。